はい、お疲れ様です。さて、今日のメニューはこちら、とんかつ。ちょっと揚げすぎかもしれないけど、残ったら明日の晩ご飯カツトチだね。ね、あたちゃん、これをカツカレーで食べたい。うん、ね、もう血糖値上げ上げでございます。そしてネギトロ、ネギトロでございます。ネギトロのは実はネギ入れなくてもいいんだけど、ネギ取るからネギトロだしてたみんな、うん、背骨の部分をネギ取るからネギトロなの。
ネギ入れなくてもいいけど、俺はネギが大好きだからネギを入れてやったぜ、イエイ。そしてお惣菜のコーナーで安かったシューマイ、ね、そして、マヨネーズちくわレタスサラダ、うん、ここにやっつけだね、ここにやっつけ、うん、もうどん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 って、今日とんかつでーす、イエーイ、ビーシェービーシェー、すみません、お見つけね、お見つけお見つけはみーちゃん、ね、ほんで、お見つけはね、こちらでございます。ネギと卵、これ鉄板、ネギと卵の白味噌、ね、三大だし、ホタテ、鶏ガラ、味の素のね、あのカツオだしね、全部顆粒です。三大だしを突っ込んだこの卵そばうまい、うん、ね、でこれカツカレーで食べる用のお礼用のレトルトのやつ、ね、なんだかんだ言ってジャンク最高やね、うん、でねねねねねてれー、ネギトロは食べない、ネギ入れすぎたかな、ちょっとネギ入れたすぎかな、うん、ね、ビールとハイボールを飲んでます、はい、このままベッドインかな、食べた後、うん、ベッドインだ、うん、ベッドインだ。というわけでありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。さて今日のくにくんのコーナーとみーちゃんのコーナーですよね。ね、みーちゃんはね、はい、顔がゾンビみたくなってるけど寝てます。どんどん青いとこが侵食してるんで、ちょっとゾンビっぽいけどゾンビーちゃん、ね、ゾンビーちゃん、一応ね、なんかゾンビって言うなとかいう誤解があります。ゾンビだって人権あるから、人だから、まだゾンビにも人権あるから。フィンク何やってんの、フィンク何やってんの、全然答えなくなったの、お前。全然答えてくんないね、お前、最近ね。ねえ、わざとだよって。ねえ、おかしいな。もう逃げないで。ねえ。何やってんの？意図的な仕方。ねえ。じゃあ今、右から鼻水がっつり出てる。ズビッシュ！お前はズビシだ、ズビシだ、ね、で、はい、今日の稀勢の里引退食いなし、稀勢の里絶対あれラオだよね、一辺の食いなし、好きみたいだよ、好きなの、うん、一辺の食いなし言っとったね、あの好きみたいだよ、ま、回しをプレゼントされたって、あ、本当。